はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルイージです。今回は信長の野望創造戦国歴史伝、いい年道でのプレー、道年ですね、プレー続きをやっていきましょう。まあ、元はいい直近でプレーをした始めたわけなんですけども、もうすでにいい直近はこの世にあらずということでですね、その後継者として、このいい道年が選ばれたわけなので、ここからはですね、道としてのプレイになります。で、あとですね、ここまで、ここ何回か、ちょっと僕の声が小さいというですね、ご指摘、いろいろとたくさんいただきました。本当に申し訳ありませんでした。実はですね、マイクを据え置きタイプのものに変えてからですね、ちょっと調整が、いい具合にいかずにこんな感じになってしまっていたんですけども、今回からですね、またちょっとそのヘッドセットタイプのものに変えて、収録の方をやっていっていますので、どうでしょう、ここまで皆さん音声の方は、僕の声はクリアに聞こえてますかね。もともと声が聞き取りづらいというのはあるかもしれないんですが、少なくとも音声の音量に関しては、改善をされたんじゃないかなと思いますんで、他にもですね、まあもちろんこの音声についても含めてお気づきの点があれば、動画のコメント欄もしくはツイッターの方まで、お知らせいただければと思います。では早速続きをプレイしていきましょう。でですね、すでにもうご覧の通り、大国と呼ばれるところはもう3つ4つぐらいに絞られてきてます。まあ今川、そしてこの武田ですね、そして北条、あとはまあ伊達もね、この後もう少し大きくなってくるかなというところですね。で、大友という形で、まあ珍しく九州が島津じゃなくて大友が制覇したというところになります。で、今回はですね、まあいよいよ意を決して舞台を引き上げてですね、今後の独立に向けていろいろと画策をしていきたいなと思ってます。で、独立をするにあたってはですね、まあ、なんといっても同盟の破棄ですね、まあ、同盟の破棄はもう絶対的に必要なので、まあ、少なくともこの北条と、さらにはこの武田ですね、とは同盟を破棄していきたいと思ってます。で、そのために必要になってくるのが、今ちょっとちらっと見た発言力ですね。少なくても500ぐらいは欲しいので、まずは推挙をして、いらない下部武将を廃棄していきましょう。まあ、廃棄していくっていうとね、まあちょっとなんか語弊がありますけども。武将をいくつか破棄をこの後していきます。で、あとですね、自分の領地になっていない城に関しては逆回収ですね。弱体化させる。まあ金を使ってはしまうんですが、逆に回収していくっていうこともやっていきたいと思ってます。では、早速ね、そのあたりをやっていきましょう。まあ舞台はとりあえず全員引き上げて、この後は城の回収をしていきましょう。逆の意味の回収ですね。まあ、1年以内にはなんとか独立を果たしていきたいなというところですね。まあ、このままいくともう今川の天下は揺るぎないものにやっぱりなってはきますんで、まあ、そこをねなんとか打開するという意味ではもう独立しかないかなと。で、実は末盛城、この井伊家の本拠地に指定しているこの末盛城に関してはですね、まあ、ちょっと今厳しいものの手放すつもりはないというふうに思ってます。まあ、そのある程度末盛城が攻められる、あるいは攻め取られるっていう可能性はもちろんあるとは思うんですが、この末盛城があることによって、まあ、周りの靴掛け、鳴海、刈谷、まあ、この辺りを攻めやすくなり、かつ、将来的にはですね、岡崎とかも取り得る位置にいるこの末盛城は、まあ、残しておきたいなというところの意図もあってですね、今後独立していくときも、まあ、敵に囲まれる形になるであろう末盛城に関しては、
自分の領地として残しておいて、他にどっかのいくつかの城をですね返していこうかなと、それによって発言力を得ていこうかなと思ってます。ご命令ください。先月の収支です。まずは影響が極めて断定的になる北条と手切れを早速していきましょう。お、東道高虎が登用できるな。これは大きいな。でだ、まあ、進出とかもしておきたいんですが、その前に何はともあれ廃棄、まずは北条と同盟を廃棄しましょう。えい。でこの後ですね、先ほど取った城たちに武将を配属していきましょう。で武将の数ある程度揃ってきたとはいえ、それでもまだ潤沢に余りまくっているというわけではないので、まあここはね様子を見ながら何人かずつ出していきましょう。まあ、ちなみに大河ドラマ女城主直虎に関してはまだ柴崎コウちゃんは出てこないですね。何度かこの動画の中でもお伝えしている通り、顔はねもう柴崎コウみたいな狐顔が結構自分大好きなんで、すごく楽しみにしてるんですよね、登場するのが。まあ、それはもうちょっと先になりそうな、そんな感じもしますが、まずは北条と手切れをしましょう。出陣するぞ。出陣します。始めろ。まあこれで今川が北条とかなり弱体化するはずですよね。逆に今川が勝利したりするとかなり厳しいんだけど、でちょっと様子を見つつ、次のターンあたりからは毛利輝元を捉えてるな。ちょっと毛利輝元は処断しときましょう。いや大激戦になってるな、この駿府あたりでは。そしたらですね、こっから配属でこの先の拠点になるであろう二条城に人材を移しておきましょう。まあ、末盛城が万が一落とされる場合も、まあ、可能性としては結構高くあるかなというふうに思うので、まあ、それを落とされても家臣を失わないように。末盛城から武将の数は減らしておきましょう。でだ、こっからなんですが、提案で同盟破棄をするとなるとあと155足りないね。なので155分稼ぎましょう。まずは献上で、そうだな、取られてもすぐ取り返せるようなところがいいですよね。となるとここかな。一気に445か。これはでかいな。なんでだ、八幡城ってそんなにでかくないけど、よし、この八幡城をもらいましょう。で今八幡城にいる城代を移動させましょう。で誰もいなくなったのを確認して献上しましょう。城は1個で済んだか。ですぐに取り返せばいいですからね。あ、そうか、城を弱体化させてから
奪い取るっていうのでもよかったかな、今にして思えば。まあそれはそれとしてだ、武田とも手切れにすれば一気に、今川としても苦しくなるはずなんで、今実際問題この辺りの勢力はだいぶ対今川じゃない北条戦線に駆り出されてますよね。でさらに武田も敵となれば、まずこの畿内も武田と戦闘になるし、この尾張も武田との戦闘区域になりますよね。となればだいぶ楽になりますね。よしよし悪くないぞ。でだ、ターンを送って武田との手切れにしていきましょう。まあ毛利とも激戦中ですからね今。さすがに今川も毛利に武田に北条となるとかなり苦しくなるんじゃないか。さあこれで武田とも手切れになりましたね。いやーいよいよ熱い展開になってきたぞ。ちょっと何ターンかは武田の動向を探りましょう。いきなり開戦っていう形には、お、武田から早速誘いが来たな。いやーいい道俊殿のご活躍って言われてもまだ若干7歳なんですけどね。武田に寝返るとどうなるんだ。今武田に寝返ると、今川は潰しやすくなり、かつ城も奪い取れるものの、結局信玄の傘下で戦うということになるので、あくまでも独立路線でいきましょう。なので拒否。ここはどうなんだ、武田と戦闘になってんのか。なってはなさそうですねまだ。先月の終始です。ただ武田が長篠城に攻め寄せてきてはいますね。目的長篠城秀吉隊と森本隊が来ていて、援軍も出てますね今川からも。で岸和田はじめこの畿内に一部持っている武田軍もこちらに戦闘を仕掛けてきそうな気配もあるし、まあ悪くない感じにはなってるな。今こそ独立の好機という感じですね。では独立をしていきましょう。まあ独立をしていくといっても道俊自身に選択肢はないので、まあ、完全に直虎の言われるがままに独立を果たすっていう感じなんですかね。では独立していきます。さあこれでだ、こっからですよ大変なのが。とはいえかなり領地としては厳しいな。もうちょっと木を見てからやった方が良かった気もしてきたな今更ながら。こうやって見るとかなり厳しくないですか、この領地の点在ぶりを見ると。いやー石山ごぼうとか井森山有岡この辺りだけでも押さえとくべきだったな。まあ今更ですけどね。清水山に13,600、これは支えきれないぞ13,600なんて軍勢は。とりあえず清水山に軍勢を出しましょう。手柄を立てや。念のため御所からも軍勢を出しましょうか。とりあえず武田と同盟を結ばないことには話にならないな。城の守りを固め、かつ同盟を結んでいかないと。まずは外交ですね。工作、
北条とも同盟を結びましょう。さらには毛利とも同盟を結んで一刻も早くこの危機的な状況を出さないといけないな。でだ、いやー、なんか久々にだいぶぬるいプレイをしてたんで熱いプレイになりそうな感じだな。どうするかだな。まあ領地はあまり考えみずに独立を果たしたのでちょっと防衛はしにくい感じにはなってますね。できっちり内政とかもしておかないと自利品に追い込まれるので、まあ、ここは面倒くさくてもやっていきましょう。んでだ、あとは何といっても改修系だな。最前線になってるような城に関してはまあさすがに城門がね、最優先でいつも改修かけているので、まあ、それなりのものになってるはずなんですが、出丸とかも作っておかないと危険極まりない。で十分に意外と金もあれば森林というか木材もあるしそれなりにやってはいけるな。できるだけ城をでかくしてちょっと最初は耐える戦いに終始しましょう。最前線になるような城たちに関してはどんどん回収していかないと この辺りの城はもう完全にあれだな、ザルというか城門すらまともに回収されてないような城たちばっかりなんで、よしこんなところかな。だいぶ木材も鉄も使っちゃいましたけど、あとは密談をしていきましょう。もうひたすらね工作工作でいかないと。安助とかここにいるんだな。あとは単純に攻めてきそうな場所とかもちょっとね警戒はしときたいですよね。赤がいれば優先的にやっていきましょうか。赤がいれば、赤っていうのはすでにもう謀反の兆しあり、半身高いやつですね。お、式山城に久秀がいるじゃないが、さすがだな。これね、式山城ってずっと読んでたんですけど、コメントの方で、式山城ですよって教えてもらいました。本当にありがとうございます。式山城の久秀は、なんとか、味方に引き入れましょう。あとは、まあ、そういう意味で言うと裏切ってくれそうなところで言うとどうだ、浮田とかね、どうだろう。あ、裏紙いるね。裏紙にも使者を送っておきましょう。あとは今話をしていた浮田直井はいないか。お、ここにいるのは荒木。まあ、まずはこんなところでいいでしょう。で、あとは合戦になりそうなところもあると思うんで、
今清水山城がね実際合戦になってると思うんですけど、この合戦でなんとか勝利を収めないことには話にならないんで、ただ続々来るね武田の軍勢。武田はどこ目指してんの？小谷か。なるほど、いい傾向だな。大友家を名手として今川の打倒を目指す連合が結成か。大友からの使者、ほう、誰がいるのかだよな。もうこれはもちろん参加するんですけど、誰がいるかはちょっとね確認したいですね。ご命令を報告いたします。先月の収支です。連合に加盟しているのは、なるほど、まず毛利は味方になってくれたので、なってくれたというか、まあ少なくとも反今川についたのでいいでしょうと。あとは北条も今川についたね。武田がこっちについてくれればだいぶ心強いんだけどな。武田がこちらにはなびかないが、武田がねこちらについてくれると非常にありがたいんですけど、まあ、ちょっとここは武田を味方に引き入れる工作というか考えは持ちつつですね、早速この八幡城は攻略に入りましょう。かしこまりました。いざ参ろう。毛利が味方になってくれたことによってだいぶ西側が安定しましたよね。今川も早々兵は動かせなくなったはずだ。で武田はどこを目指すかというと高岡城ね。いいよいいよ。敵が我が領内に向かっております。何、武田がこっちに攻めてくる？それはないだろう。武田今武田とことを構えたくないんだけどな。今どうだろう、この清水山に軍勢遅れるところってあるのか。やっぱり武田が味方になってくれないとだいぶ苦しいな。で清水山の城の拠点はというと、二層天守に増型門か。まあちょっと最悪城で迎え撃ちましょう敵を。城が取り囲まれました。まあそう簡単には落ちないでしょう清水山に関しても。報告いたします。先月の収支です。常置だけ、常置一体だけか。じゃ あここは半分の1400を出陣させ、なおかつ残り1300も出陣させて、これで回戦していきましょう。まあとりあえず武田を追い返せばいいだけなので。ここは貴様らの地獄よ。まあ武田とはこの後朝廷外交を使って仲直りしましょう。何、9501体で来るのか。どこにいる、ここが。承知いたしました。我に続け。まあ最悪こっちから来る可能性もあるからな。ないね。まあちょっと縄文の耐久に難ありだな。
さあ一旦城内まで引きましょう。さすがに8000の軍勢相手だと厳しいな。しかも神速で向こうから攻めてくるの変わってるね、やつも。何、やつの方が早い。さすが神速。神速ってこういう使い方もできるんだな。いやー、レンドの坂これは。全然強いな。まずいな、清水山が取られる、武田に。つねちゃんをちょっと一旦ここまで交代させましょう。まずいな、城が取られる。ちょっとここは一旦中断して、承知いたしました。いやー、今武田に清水山を渡すわけにはいかないんだよな。で、信長が来てるか。なるほど、信長めどうやって来たんだ。我が策、戦場を制す。城が取り囲まれました。忙しくなってきましたね。清水山の状況は、まあ軍勢が到着したので、まあ清水山は防衛できそうだ。で、こちらの信長戦線だな。信長の方はさらに増援も来てるか。さすが信長だな。そしたら逆に信長を後ろから襲いましょう。背後から。これは信長もひとたまりないだろう。後ろから攻め込まれたら。何、清水山が苦戦。ただ徳山隊が残り1500しかいないのか。しょうがないな、観音寺から山崎隊を再度出しましょう。自利品だけどしょうがない。で、こっちはっていうと、ライレンが来てるな。いやー、こっちもなかなか厳しい戦いになってる。ここは一気に海戦に持ち込みましょう。ライレンが来る前に蹴りをつけましょう。かかれ。信長はそこか。かしこまりました。何、遠藤隊が早くも援軍できたか。突破しました。ここは数増の隊だけでどうにかなる相手じゃないぞ。いくら数増が強いとはいえ、カズマスが足止めしてる間に城門を突破するんだ。くそー、カズマスがやられた。ただだいぶ頑張ってくれたな。まあさすがカズマスって感じですよね。ここも信長がしっかり城門を守ってるな。我に続け、死にたい者は
ただライレンが来る前に城は落としたい。見えたぞ、天下への道が。バカな、来たな。ライレン、ライレンが到着する前に完全に城を落としましょう。そうすればライレンの6000が殲滅されるので。どうした、かかってきな。よし、八幡は取ったぞ。でだ、清水山の戦線はというと武田の増援が来てるな。いやー、なかなか厳しい戦いになりそうですね。とはいえ、まあ頑張っていきましょう。というところで、まあちょっと時間も良くなりましたし、今回マイクをね、元に戻したので少しは聞き取りやすくなっているんじゃないかなと思います。お気づきの点があれば、動画のコメント欄もしくはツイッターの方まで、ご意見いただければと思います。というわけで、引き続き次回ですね、この独立プレイ続きをやっていきたいと思います。というわけで今回はここまで。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。